ニュースです。6月3日付日経新聞より、戦闘機支援の無人機開発、日米防空網強化へ技術協力と題して報道されました。それによると、政府が戦闘機支援用として敵機やミサイルの早期探知をし、迎撃用のミサイル搭載も検討する無人機について、日米が技術協力して開発するとのことです。開発スケジュールは、2025年までに試作品の研究・開発、2026年度以降に実際の機体開発に着手、2035年度をめどに配備を目指しています。機体数については、 F2 戦闘機と同程度の100機規模にする案があります。価格は1機100億円程度する有人機よりは抑制したいそうです。無人機に求められる役割としては、有人機が行けないような危険な場所を飛行し、レーダーで敵機を探知すること、そして囮となって敵機を誘導すること、空対空戦闘でミサイルを発射することなどが考えられています。この配備時期については、中国が2035年までには軍隊の現代化を実現するという目標にしており、日本はそれまでに有人機・無人機が連携する体制を作って対抗したいということで検討されています。政府は、本機開発にあたり、改修や搭載装備の変更が自由にできるため、国内企業を主体としつつ、日米が技術協力して開発する方針です。そういえば、前回の軍事ニュースでも似たような話があったね。今回は日米が技術協力か。前回動画でも少し触れたけど、5月5日に日米の両防衛省が会談をした際にもこの話はあった。 NHK ウェブによると、岸大臣は航空自衛隊の次期戦闘機の開発をめぐり、イギリスとエンジンの共同研究が進んでいることをオースティン国防長官に説明するとともに、次期戦闘機との連携も想定される無人機の開発について、日米両国の協力の可能性を探っていくことで一致したことを明らかにしましたとされている。協力の可能性を探っていくってことは、まだまだこれから話を詰めていかないとわからないってことだね。そうだね。今後うまくいけば、技術協力や共同研究があるかもね。実際、前に航空新聞社宛てのインタビューで、防衛省担当者が無人機の AI については、国内開発を死守したいけど、機体については海外のものを活かせるなら海外製を調達することもあり得ると語っていたよ。その機体の例としては、やっぱりスカイボーグ計画かな。アメリカ空軍が進めている本計画の3候補、クラトス社、バルキリー、X958A、ボーイング ATS、ジェネラルアトミクス社、アベンジャー回収型などが考えられる。これは2019年に始まり、2023年に早期運用能力を得る予定で、機体とそれを運用するシステムとで分かれて研究が進められている。なので、やり方次第で日本のシステムとも組み合わせられるかもしれないね。特に安いのが、バルキリー X958A。これはロケットで発射してパラシュートで回収するタイプで、1機あたり200万から300万ドルだとか。うん、安いな。これには国内企業もかなわないかも。ただ、高いレーダーを乗せるとなると、もうちょっと良いやつが欲しいところ。日本の話に戻ると、2025年度までに試作品の研究・開発、2026年度以降に実際の機体開発に着手予定、そして2035年度までに配備を目指すとの報道がされた。これに関しては、2025年度までに戦闘支援無人機コンセプトの検討などの研究がされていて、そこで AI 技術やチーミング技術を獲得できれば、それを海外なり国内なりの無人機機体と組み合わせて開発して、2035年までに配備もできそうだね。できれば国内企業が開発した機体で飛ぶのが見たいな。ところで、2030年代初頭までに無人機編隊と組み合わせた戦闘機が出ないって予想で開発計画を立てているんだろうけど、最近は各国の開発スピードが速いから心配だよ。韓国もチーミング可能な無人戦闘機を2025年までに初飛行させ、2027年にチーミングのテストをするらしいし、実用化する時期は不明だけど、
日本も切磋琢磨して開発したいところだね。最後におまけとして、NPO 組織アメリカ空軍協会が発行しているエアフォースマガジンからの情報を紹介する。まず、米空軍が開発している次世代航空優勢計画 NGAD は、単一の戦闘機を作るものではなく、航空優勢を確保するための戦闘システムを作るものだけど、その中の一つとして有人機がある。この有人戦闘機には AESA レーダーを搭載せず、代わりに護衛の無人機がそれを搭載して探知することで、有人機が発見されにくくなるということになる可能性があるらしい。レーダーを発することで逆に見つかりやすくなるから、そういう方向で開発するのはわかるけど、全く搭載しないとは。もしこれが実現して、ボーイング ATS くらいのサイズの無人機が強力なレーダー、赤外線捜索追尾システムを搭載していたら、なかなか驚異的な性能を発揮しそう。日本の次期戦闘機も同じような仕組みを開発してくれたらいいね。隠密時にはパッシブなレーダーやセンサで三角測量で測距し、積極的に捜索するときには無人機はアクティブなレーダーで探知するけど、母機の位置は周りからはわからない。まさにジャパニーズ忍者ファイターだね。忍者。以上、ちょっと気になったので、戦闘機支援型無人機開発を日米で技術協力するというニュースについて調べてみました。まだ確実ではありませんが、日米で技術協力をする方向で動き出している段階で、これまでの防衛省の話からも米軍と同じ機体を使うことは考えられそうです。製造時に技術的に困難でなく安く作れるなら、そのメリットを取るという考えなのでしょう。ただし、搭載する AI 技術については国内開発は譲れません。 P1 哨戒機の開発で電子機器の共同研究を行ったように、相互運用性を確保して米軍機への情報提供もできる仕組みで開発が進められたら良いかと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の開発がうまくいけば、2008年頃に飛行試験までしていたこの機体の意思を受け継ぐものがようやくできるのです。皆様は今回の戦闘支援型無人機日米で技術協力という内容についてどう感じましたか？ぜひコメントをお願いします。